トゥールテッ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 テトゥールテッテッテ。振ってるんですか？1日2日。え？塩。ここ近かったらかかるくないかわかんない。ごめんなさい。ごゆっくりどうぞ。はーい。本持ってる。旅人だって。あと、湯の道を永遠に。10キロの道のりだって。気になるね。これだ、ユーノミチ。ノンフィクションストーリー。風船と奪われて。あ、畳が新しい。重たい。もう変わらないドラスは重たい。髪の毛怒ったよ。なんだろう、なんかいる。どこだったの？18番。8番。でも卓球ができるよ。すごい。夏目漱石が坊ちゃんとか書いてそうな勢いの建物、雰囲気がいいね。おお、浴衣と針がついてる。なんかさ、このこれ懐かしい。お布団。ご飯です。バイバイ。ご主人の工場、工場焼き、工場焼き、こちらはね、きつねうどんね。きつねうどん、はい、イノシシときつねだ。はい。でこちらがね、うざく。うざく、うん、へえ。うざくはこれはね、土壌の皮焼きでございます。土壌、土壌、へえ。癖がないわよ、全然。初めて食べます。初めて食べてみて。これでね、あの煮浸しですね、はい、野菜のね。でこちらがニジマスのお刺身でございます。いろんなお持ちして、ほうば、あ、見てもいい、うん、ほうばってね、岐阜のね、名産で、はい、ほうば味噌って、ね、聞いたことございません？初めてです。初めて来ました、ほうば。とりあえずイノシシ、はい、ありがとうございます。お座りになってね、食べます。イノシシのほうば焼き、ほうば味噌、見て、なんかと、きつねうどん、土壌、土壌行ってみて、なんか特殊な言い方をして、生まれて初めての土壌なんだけど、いただきます。カリカリしてる骨が、うん、お魚、かば焼き、うん、うなぎ、なんとかいけるよ。お風呂、変わったみたい。
すごい絵がある。すごい絵だね。おお、なんか美味しい。こっちに住んでくれた。こっち岩右があります。綺麗です。これは無色透明、泉温 67.3 度、ナトリウム塩化物温泉、低調性弱アルカリ性高温泉です。量測定不能、自噴って書いてある。結構湧いてるね。アメニティもちゃんとしてます。こんにちは、温泉モデルのしずかちゃんです。こんばんはか、真っ暗いじゃん。私はどこに来たかと言いますと、てれん、いから始まってわで終わる県、ちっ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 ち、いうんうんわ県です。分かった人いますか。はい、どうぞ。石川県、正解です。なんと、混浴温泉巡りをし始めて初めて石川県の混浴に来ました。てれれれってれー、イエイ。で、ここは岩間温泉です。何旅館？山崎旅館です。岩間温泉の山崎旅館です。山のね、間のね、谷みたいなやつをいっぱい走ってきた。で、ここが混浴露天風呂です。朝、全貌が明らかになるでしょう。なんか真っ暗なんですよ、すごい。で、これ注目してください。赤い腰巻きです。布なんですよね。でもすごい毛が落ちないというか、糸くずが出ないタイプの布で、ただ巻いてるだけのタイプになります。これはいいね、発明した人は優秀。そうかもね、岩右じゃなくて混浴だけど巻いて入る文化だったら混浴たくさん残せるんじゃないの。別にいいと思うけどね、巻いて入って、そう、なくなるくらいだったらいいと思います。こんな良い。見てきたんだけど忘れちゃった。朝です。さっき撮ったんだけどね。あー、散歩歩いたら忘れた。なんかあのお料理がイノシシとドジョウとキツネうどん食べました。美味しかったよ。で、なんか食べ過ぎてちょっと苦しくて、なんか私肝臓が弱いみたいで、思い込みかもだけど、食べ過ぎると痒くなります、体が。気をつけます。そう、顔、食事中に、まあこの辺に来たからポンって言って捕まえたりしてたら、旅館の方に、まあおばあちゃんたちですね、に食事中にごめんねって言われました。ダメだね、眠いね。明日にしましょう。うん、気になることありますか。言えないんだよね。お客さんの数はね、1,2,3 でしょ。4,5,6,7、7と4は11人ぐらい。深い。私映ってるの、この暗さ。私が選んだの自分で買いました。いや、買ってもらいました。そうだった、買ってもらった。ライブ配信のリスナーさんに買っていただきました。ファンクラブ会員さんです。部屋から見た時は露天風呂小さいかなと思ったんですけど、意外と広いです。でね、なんと金運にいいものを見つけてしまったんです。蛇の抜け殻、
財布に入れたい人いますか？私はいらない。私は大丈夫。私は大丈夫。ちぎって配ればいいのか。あのお金配りおじさんじゃなくて蛇の皮配り おばさん。自分で金をアップさせるタイプの人。ドルチェ&カパーナのその香水のせいだよ。トゥルテッ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 テルテッテッテ。ちょっと星は見えるんじゃないの？見えない。もう曇りだっけ？曇りだ。人を守る会の会員の宿です。あとなんか私今日本館に泊まってしまったんですけど、トイレなしの別館の方が良かったかもしれない。いくら違うのか忘れちゃったけど。綺麗、新しい。おやすみなさい。また明日。